起きて、コリン。どうしよう。召喚失敗しちゃったかな。そうだね。またゼロから召喚をやり直すよ。もっと、手軽に人間を呼び寄せる方法があればいいのに。召喚失敗したコリンの体は、私が食べて処分するね。あんたら、人間だからコリンを食べちゃダメでしょ。私は人間じゃないよ。私は妖怪。そういうわけで、いただきます。ああ、コリン、いい味してる。さっき食べたネズミより美味しかった。さて、もう一回コリンの召喚しようか。ああ、もうお腹いっぱいで食べれない。残ったコリン食べたかったら食べていいよ。お腹いっぱいになったから、うちに帰っていいよね。コリンの召喚どうしてもうまくいかないから、明日やり直そう。どうしたのシル？私のお腹をジロジロ見て。大丈夫だよ。出かけるときに食べたネズミだよ。やめろー！おい、気持ち悪い。消火活動始まったからネズミが最後の抵抗をしているな。消化するわ。ビガチュウ。ビガチュウ。ビガチュウ。忘れてた。コリンは大切な友達だ。ビガチュウ。ごめんね。コリン、消化は急には止まらない。あれ？これ以上お腹がへこまないぞ。ピカチュウ！ピカチュウ！うん、よかった。ピカチュウ！一生私のお腹の中にいろ。うわー、苦しい。でも絶対出さない。ピカチュウ、完全に私の負けだわ。改めまして、私
の名前はコネージコイ。